多忙のところ日本経団連の評議員会にご臨席賜りました誠にありがとうございます今世界経済はこの金融危機の混乱の中から新たな秩序づくりに動き出したところだと思います我々はこうした期待に十分応えるという義務があろうと存じます当面は今見たな会長も言われましたように何と言っても景気対策です 100年に一度とよく言われるような危機に対応するためには大胆な必要対応が必要だと存じます総裁よろしくお願いいたします米国経済の回復時期については来年後半というのが現在の平均的な予測ですが回復時期に積極的な根拠があるわけではなく現在の厳しい状況がしばらく続くと いうメッセージだと思っています。ご清聴ありがとうございました。ええ、岸総裁には大変。